い、小夏咲希です。最近二十歳になりました。職業は今のところはタレントと女優業をやっています。ファッションポイントはですね、ほぼ海外の古着です。そしてすごいどこにで超楽楽街、今日はのポイントです。楽すぎます。アバクロが好きです。今欲しいアイテムはあの可愛らしい編み上げのブーツが欲しいです。チェーンに服してもらいたい服装ですか。うんと、一斉にしてもらいたい服装は冬なので、この夏が心配にならないくらい暖かい格好であればおしゃれを楽しんでほしいです。マイブームはビリヤードと実験です。実験はあの100円ショップとかで動画違うメガネを買ってきて、どれが先に気付くかとか光に当てて、そういう小さな実験をしてます。将来やりたいことはいろいろあるんですけど、今一番大きいのは留学をしたいです、本格的に。はい、小夏咲希のオフィシャルブログ、アメーバブログの方でやってるので、そちらの方と、あとは12月12日に中野ゼロホールの方で映画をミニシアターをやるので、それも来てほしいなと思います。したらばまずねー。